毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。さあ、頂上決戦スキルモードやっていこう。スキルあんまやらないんですけどね、たまにはやろうかなと思ってやりました。ほんまにね、2ヶ月ぶりぐらいにやったかな。ジャレコ好きさんね、先生取りました。ジャレコってあのジャレコかな、ファミコンのジャレコっていうね会社があったんですよ。昔忍者龍拳伝とか、国尾くんじゃないな、多分忍者龍拳伝の会社ですね。いや、忍者龍拳伝で分かるかどうかも分からんけどアッシュナイトメアギースやん。一応やるか、一応やりますけど、ナイトメア出てなかったら全滅を狙うっていう感じでやっていこうかな。ってことはこんな感じかな。メンバーはナイトメア出てるね。出てたらどうしようもないか。これはめまい入った。ナイトメアを倒せないんですよね。倒す方法があれば。いやー、いきなりやられましたね。ちょ待てよ、これまだ打てないでしょ。でもナイトメア、ここでは多分ここでは打てない。パオ自身やな、これは。そうね、ここでは打てないってことは、今次は打てるんですよね。次は打ってくるってことは、ね、ちょっと待てよ、こういくか。そうね、こういこう。で、ももこは、あ、ビリーは使う。ビリーとももこ使う。めまい、おーっと、マジでチャンス生まれたか。ナイトメギースめまい入ってるね。で、ここは当然調整。うん。で、こうかな。でもここナイトメアに打たすためにビリーこの形にしてるんですけど、アッシュ使う。クリティカルめちゃ減るやん。マイ使うの、え、マジでマジで。これは大チャンスか。じゃあ向井出せるぞ。向井と空手出したらナイトメアは倒せると思いますね。ちょっと待ってよ、大チャンス、大チャンスが訪れた。向井空手でいいな。絶対絶対に何があってもナイトメア倒さなあかん。ここはね、まず、まず向かい、いや待て、石化入れるためにこっちや、ナコルルから行く。そうそう。で、ちょっと待て、むずいな、ここ向かいやな。石化入らんか。まあでもこれで確実にナイトメア倒せると思う。クリティカルないんか。これ倒さなあかんで。わあ、ちょ待って、倒されへんのこれ。でもどんだけ硬いねん。しかも今パーフェクトミスったしな。どんだけ硬いんすか、ナイトメアギース。スキルモードやからか。よし、イグニス沈黙した。これは状態上解除なんで、やけど食らわずに済む。ここで倒さなあかん。いや、覚醒ぐらいじゃ無理かな。どうかな、クリティカルないんか。絶対倒すにはこういってこうか。で、こういってからのこう倒せる。よし、とりあえずなんとかなんとか倒したが、まだまだなんすよ。ここからが、ここからがまだまだやばい。チンゲンサイ、いやー、イグニス生きてくれ。よし、空手に来たらイグニスはギリギリ生きれるか。やけどどうかな。お、向井ゲージ溜まった。なんでやねん、ふざけんな今のは。いや、ほんで悪夢残ってるしやな、これ。ふざけすぎやって、マジで。ナイトメアやられてなお嫌がらせ してくるっすね。ここ向井はあれっすよ、溜まらなあかんね、ゲージ。よし、もう空手前にするしかないよな、これ。うん、向井は使える。うわー、足倒されへんのか。ちょっと待ってよ、こっちか。うわー、マジでここまで頑張ったけどこれきついか。アッシュ倒されへんもんな、さっきの。次あたりゲージ溜まるんちゃうな、アッシュ。もうこれ向井前にしてな、しゃあないわ。で、ここのルガールは倒す。復活するんか、ほんま。
マジで？なんなんこれ、過酷すぎやろこっちからしたら。舐めてるでマジで、ほんま。ちょっと待って、これ使えるぞ。クリティカルない、倒せる、アッシュ。おーっと倒した。ってことはまだキャラいるでしょ。でもどっち行こう。まあルガールか。まだキャラいるっすよね。ザキさんいるんや、まだ。最悪や。マジで、これ空手無理やろ。この HP じゃきついやろ。もう踏ん張り使ってるしな。生きろ。いやーもう最悪やってこれ。うわー、でもやることやったな今のは。やれるだけやったよ。やれるだけやったけど、スキルモードのせいでやっぱダメージ出ないんですよね。だからナイトメアをまず倒すのにかなり苦戦した。いや惜しかったな、追い詰めましたねかなり。まあ空手と向かいであれだけやれたらいい方じゃないかな。でクラーク取りました。これはテリーかな、スキルモード先生取ったね。マキ LR や。クーラー MIA は MIA ですね。まあ、かなり追い詰めたのでね、動画的には良かったかな。ほんでこれ落ちてるんちゃうの、めちゃくちゃ選択が遅いですね。落ちてたとしたらもう一回やらなあかん。なんか最近ちょうどこんなん多くない？めっちゃ多いんですよね。なんやろ、その落ちたりする人が多いのか、なんかアプリが重くなってこう接続されにくくなってるのか、まあ、どっちか分からんけど、こういう、感じになることもね結構あるんですよね。まあ、それがあってちょっとや最近あんまやらなくなったっていうのもありますけどね。まあ、これはどっちにしろ流れそうやな、この戦いは。うん。ですね。これ今勝ちになったんすかな？なったんかな？わからん。もう一回行こう。あ、消化されてない？いや、消化されてるね。勝ちになってるよね、じゃあ。さすがに。まあ、勝ち負けどっちでもいいけど。ただ、あれで負けたら理不尽やからな。ちゃんとやってる人からしたら。先生は取りました。リサさん。うん、イオリ、まあ、LR かどうかですね。これね、ブライアンとマイはどっちでもいいな。まあ一応防御なブライアン取るけど、クーラー LR モードや。サイキ消えダッシュ。サイキはね、ホタルには弱い、相手にね。ビリーカーンか。ビリーカーンやったらね、あ、ロック、ロックならいけるでしょう。ビリーカーン相手にロックはだいぶいいんじゃない。クーラーと覚醒ぐらい置いとくか。まあ多分ね、多分いけます、サイキがおったら。一応ロックは真ん中に置いとこうか。で、そうね、あ、ロック後ろでよかったかな。麻痺入った、強すぎるって。ロックね、ゲージ貯めるまで出したくないんですけど本来。まあ相手がでもキャラ強いんで出したっていう感じ。まあここは全部使う、覚醒から。いや、さっき再起でよかったが。状態上は入らない。さあ、クーラーも使っていく。うん。さあ、ロックゲージ溜まりそうですね、ここで。ロックはとにかく、一発打つことが大事。そしたら状態上食らわなくなるから、そこからもう、必殺のループっていうのができるようになる。さあ、ビリーカン。ガードしてるが、めっちゃ減る！ダッシュは溜まってるか、これやばいな。ロックがね、困惑入る可能性あるんですよね。あ、耐えたわ、よし。さえ蹴られた。でゲージ溜まってないから、そうね、ここは一旦キャラ出してもいいかな。ブライアンとか出してもいいんですけどね。うん、一旦出すか。一旦こういう感じで、出しましょう。でロックは使う。サイキやっぱね、防御力ないんでね、復活しできまくる代わりに防御力がやっぱないんですよね、サイキって。メインいいな、でも。メインだいぶ入ってますね。ビリカン。ロックはゲージたまらない。うん。あー、覚醒やられるの。マジっすか。こんな感じでいきます。どんどん目入れていこう。うわ、目めっちゃ入ってる。
ギース来ました。次シャインナックルなんで、ギースぐらいなら多分瞬殺できるね、ロックで多分ね。まあでもスキルモードなんで結構ダメージのあれが入りますけども、あ、困惑いらんな。ゲニとかおらんのか、こっちゲニとかいないか。まあここはね、そうやな、イオリ出してもいいかな。いや出さなくていいか、出さなくていいわ。いきます。ブライアンから使ってシャインナックル。さあスキルモードの、あー、さすがにそういう感じか。烈風剣から、倒します。ここはオルクリをで、これね、うん、再起無限復活なんでね、マイロバート、まあこれはもうあれやな、多分時間切れで勝てるっすね。あのキャラの人数でロックは倒せないんでね。そうそう、ここで打たれてもロックは一回踏ん張れるし、踏ん張った後にダメか入るんで全然いけるかな。ここはもうこのままでいいかな。さあいけ、ロックレイジング、いいね。で、これめ倒せるかな。一応いくか、ビリーカン。お、倒した。ビリーカン倒したらもう勝ち確かな。うん、ロバヤン、まあ再起が強すぎるね。やっぱりビリーカーンも大概強いんですけど、このランクやと。まあそれでも再起はやっぱ復活する分だいぶ強いです。そうですね、無限復活とロックが相性が良かった本で。ってことで今回こんな感じで終わります。でスキルモードもね、たまにはやっていこうと思うんでね、よかったらまた見てください。ではご視聴ありがとうございました。